距離ナンバーワンのドライバーを目指し、名付けられたその名は D1。 飛びの歴史を変える。誰が打っても飛びの違いを実感できるクラブ、面白いじゃないですか。飛ぶクラブを作りたい。ただそれだけで一本のドライバー開発に10年の人生を捧げた。世の中に飛ぶと歌っているクラブはたくさんありますが、誰もが飛ぶと実感できるクラブなんてなかったですよね。本当にいいものができたと思ってます。数えきれないぐらい試打をこなしてきたんで、もうその度にこう研ぎ澄まされていくこのクラブの完成度、まあ、身をもって感じてたんで、本当に今回の作品は自信があります。開発テストで打った総飛距離は日本を縦断するほどになっていた。自然と棒玉が出るんです。棒玉とはアイアンのフライヤーショットと同じ球種です。長くボールを押し込むインパクトの場合だけ発生する球種です。もう打っても打ってもなんか同じ球しか出ないし、その棒玉っていうのが僕的にはこう無重力状態でこうなんかこう宇宙船がワープするような、そういう感覚をこう得て本当にびっくりしました。滞空時間がとてつもなく長く、見たことのない球が出た。例えば空に向かってぐんぐん舞い上がるティーショット、普通ナイスショットって言われますよね。でもこのような球種はランが出ないので、実際は思ったよりも飛んでいないですよね。飛ぶイコールキャリーだと思われがちですが、言うまでもなくドライバーの飛距離はキャリーとランです。ボールが止まるところまでが飛距離なんです。これまでと同じヘッドスピードでさらに飛距離を伸ばすために、龍馬ゴルフはさまざまな基礎実験を繰り返し、飛びのメカニズムを解明していった。ランが出る球種か否かが飛距離を左右するんですね。ボールが一直線に上昇せず弓なりの軌道で飛行する棒玉、この棒玉は高初速と低スピンによって初めて生まれます。やっぱり曲がらないクラブが飛ぶクラブだと思います。まあ、例えばこう左右のブレが多くなればなるほどやっぱり飛距離っていうのはこうロスされるわけですから、まあ、その曲がりが半分になればボールはその分前へ飛んでくれるわけですから、当然飛距離が出るわけですよね。つまりやっぱりミスヒットの時に曲がりが少ないクラブ、これが本当の飛ぶクラブだと思います。飛びにこだわり、飛びのメカニズムを追求して生まれた D1 マキシマ、飛びの歴史を変える。D1 シリーズに
杆が伸びる棒玉が発生する。一般的なドライバーで打ったボールはスピン量が多いため上空に伸びる。最高点を迎えた後、落下角度が急激になる。ボールは高く弾み、ランが少ない弾道に。一方、D1 マキシマの弾道は低スピンの棒玉で上がりすぎず、最高点を迎えた後も前に飛行する。緩やかな落下角度でボールは低く前に弾み、勢いの落ちないランの出る球筋となり、驚異的な飛距離を生み出す。フェース上下に外したミスヒットでもスプリングボディの働きでヘッドがブレにくいため飛距離ロスが抑えられる。フェース左右に外したミスヒットでも同様にヘッドがブレにくい。ボールの曲がり幅が極端に少なくなることで飛距離が向上する。さらに D1 マキシマには新開発マルチビームカップフェースを装着。フェース素材に縦横の剛性比率が異なる新素材を採用。フェース裏面には特殊なリブ構造を設計。オフセンターヒットでもフェース面がねじれずに上下左右均一にたわむフェースを完成させた。これにより特にアマチュアがミスしやすい頭側、ヒール側、そしてフェース上下の反発性能を高めることで比類ない高初速スイートエリアを生み出した。ミスヒット時の飛距離ロスを減少させることで D1 マキシマは平均飛距離を大幅に向上させた。また極薄スプリングボディによる余剰重量で龍馬 D1F でも採用されているロースピンユニットをヘッド前方に配置することでさらなる低重心低スピン化を実現。超飛距離 DSI テクノロジーなら人はもっと飛ばせる。飛びの歴史を変える龍馬 D1 シリーズ、さらに進化を遂げた D1 マキシマドライバーがついに完成しました。その圧倒的な飛距離性能を今回は実際に打って検証していきたいと思います。今回は一般的なドライバーとその飛びを比較しながら打っていきたいと思います。まずは一般的なドライバーから打っていきたいと思います。もうしっかりとこう投影面積のあるね、こう460の一般的なドライバーです。気持ちよく狙ったところへ、なかなか見栄えのする球で飛んでます。距離もまあまあ出てるようですね。次は D1 マキシマドライバーです。まあ、見た目のヘッドは D1 よりもちょっと奥行きがあって、こう優しさが感じられます。では打ってみます。音もいいし、いい球だ。本当にこう突き進む棒球ですね。もう落下に入ってから前へ前へ行って、そしてランも出てます。これは手応えもいい。今回の D1 マキシマドライバー、まず構えた時にこの奥行きがあって少し大きめにヘッドを感じさせてくれます。そしてこの奥行きの輪郭が本当にこうターゲットに対してまっすぐに力を加えてくれるというこの視覚的な優しさ、本当に構えてて気持ちよかったです。そして打った感触は D1 の柔らかく、本当にこうインパクトの設置時間が長い、ひっついてる分厚いインパクトを感じさせてくれながら、ボールの初速は素晴らしく速いです。そして棒球でスピンコントロールよく前へ前へ飛んでってくれます。最高到達点から緩やかに前へ前へこう落下していくので、落ちた時に勢いよく前へ転がってくれるんです。本当に距離が出てびっくりしました。さらに進化したこの D1 マキシマドライバー、その特徴は超広域スイートエリアです。
まずこのフェースのスイートエリアが従来の D1 と比較しても2倍になりました。ですからこのトーやヒールに微妙にミスヒットした場合でもサイドスピンが圧倒的に少なくなってエネルギーロスも全くないと言っても過言ではありません。その結果平均飛距離がさらに向上します。では実際に、今回はですねこのようにフェースにフェースマーカーシールを貼って実際にトーヒールにずらして当ててみてショットして比較してみたいと思います。まずはトー側で打ってみます。トーに当たったこうちょっとよじれた感触があるんですけれどもほぼ打ち出しのライン変わらずに球はまっすぐ突き進んでいます。本当にこれでもフェアウェイ外れませんね。次にヒール側で打ってみます。もう手にグニャッとくるぐらいヒールに当たりましたけれどもラインも変わらないし棒球も変わりませんね。球の勢いがほとんど変わりません。実際にこのようにトーヒールで意識して打ち分けてもその打ち味は失われない中でボールの初速そして飛距離左右のブレほとんど変わりませんでした。ですからプロでも18ホール回ってなかなかマシンには当たりません。でもこれだけスイートエリア広く球がブレないという確信が得られるといつも気持ちよくその人のベストタイミングでフルスイングをやり遂げられるわけです。この自信安心感が何とも言えません。ミスヒットした場合でも左右のブレは半分以下フェアウェイは外れません。そして安定した飛距離も得られるまさに夢のようなドライバーです。 D1 マキシマはゴルファーのタイプに合わせ3つのラインナップを用意。オールマイティな表情モデルタイプ D、 優しく打ちやすい長尺モデルタイプ G、 やや重めのアスリートモデルタイプ V。 シャフトはグラファイトデザイン社と共同開発した MX シャフト。ヘッドの性能を最大限に引き出す D1 マキシマ専用設計。さらにこのリョーマ D1 シリーズにはフェアウェイウッド、リョーマ D1F がラインナップされています。ドライバーと同様に DSI テクノロジー効果により優しく飛ばせるフェアウェイウッドです。ここでも一般的なフェアウェイウッドと比較していきたいと思いますがこのシダをするシチュエーションですがパー5のセカンド地点グリーンエッジまで215ヤード、ピンまでは240ヤードあります。池絡みで非常にこうプレッシャーのかかるショットですけれどもここでも2本を打ち比べていきたいと思います。それでは一般的なフェアウェイウッドでまずは打ってみたいと思います。ピンまで240ヤードですからね相当しっかりと打たないといけないです。おー結構強い球です。いけ。続いてリョーマ D1F3 で打っていきたいと思います。同じ長さ同じロフトのスペックです。まず構えた感じは本当にこう投影面積がしっかりあってスッと置いただけでラインに対してスケアに構えられますね。それでは打ってみます。本当にこう前へ前へ突き進みながら滞空時間が長いです。おっとピンを刺していくイーグルチャンスだ。このようにリョーマ D1F はフェアウェイウッドが苦手なアベレージゴルファーはもちろんのことプロや上級者でも優しくそして理想的な弾道で飛ばすことができるのでパー5の2オンも可能にしてくれるのです。5番ウッドで3番の飛び、3番ウッドで
5番の優しさを実現。高初速低スピンの棒球で飛距離プラス15ヤードアップ。リューマ D1F 超飛距離飛びの歴史を変える D1 マキシマ龍馬ゴルフ。